マグロ撮影開始。あなたに殺人の容疑がありますので同行願います。偉いわ。こういう時こそクールに考えないとね。身に覚えのないことでいかんだけど、まずは話を聞いてみましょう。ブレイドが8人連続で殺害された事件が起きたんです。ずいぶんな数ね。誰がやられたの？オブスにジョランダ、よく存じている名前ですよね。ええ、そう、あのろくでなしたち。その2名に限らず、全員に共通しているのは、あなたと一緒の任務に就いたことがある点です。あなたは任務の報酬について随分とシビアで、同行者から不平不満が噴出すると聞きます。そして、頻繁に下道な方法をとって不評を買っていますし、仲間への背信行為も多い。彼らの恨みを買って、険悪な関係になってもおかしくはない。それに自らを殺人者と吹聴している以上、一度くらい話を聞かせてもらいたくなるのは至極当然でしょう。信じてくれてありがとう。ねえあなた、私は殺人者を名乗ってるけど、これには打起すべき理由があるの。語りたくはないけど、ただ名前を理由に嫌疑をかけるのをやめてちょうだい。そうですね、名前で判断するのは誤りでした。すみません。ただ配信行為については公弁できないと思いますが。そうね。では同行していただきます。待ちな。アドレスは金のためなら裏切るし、冥国だし、下道だけど、人を殺すことだけはしないよ。そんなことをするとアドレスの目標が遠ざかるんだ。するわけないだろ。イリーラさん、言いたいことはわかりますが、あくまで事情聴取だけであって、それから永遠に映像入りになっちまうかもしれないだろ。暫定政府にはアドレスのことを煙たがってる人もいるみたいだしさ。それではこのまま放免しろと。また被害者が増えるかもしれないんですよ。いいアイデアね。私たちが問題を処理するのが一番確実。それにジョランダたちへの手向けにもね。いえ、さすがに容疑者を自由に歩かせるわけには。問題ないわ、イリーナがいるじゃん。私？ああ、マードレスの代わりに協力して犯人を見つけろってことか。いいよ、やってやるよ。くだらない冗談はよしてよ、子猫ちゃん。私の代わりにイリーナを預ける。私が逃亡でもしたら、いるなり役なりしてあげてちょうだい。さすがにそれはないんじゃない？さっき、私のことを信じてくれたでしょ。わかった、信用するよ。こいつもいるから絶対に大丈夫だよ。ええ、絶対に。一秒でも早く犯人を見つけてくるから。さあ、行きましょう。まずは情報通のエレオノーラに話を聞いてみましょう。その件ね。あるブレイドの献身的な行為によって、私たちが犯人を探すことになったの。そうなんですか？では、
私のところには情報を聞きに来たんですね。その通りよ。事件の詳細な情報を教えてちょうだい。ごめんなさい、今はないんです。マードレスさんのこれまでの経緯を中心に要求されてて。信用されてないわね。そんなことないです、私は信じてますから。今からすぐに事件のことを調べてみます。お願い、待ってる間私たちも街を歩いて情報を集めましょう。そうしてください、私もできる限り急いで集めますから。なあ、収集の成果はいかがでしたか。確認したいことが3つほどあるわ。殺された男性全員が右太ももと眉間を撃たれて死んでたの。ええ、そうらしいです。そして女性は全員足の甲とこめかみを撃たれて死んでいました。随分と奇妙ですよね。確かに犯人は何かを示そうとしているように思いますね。それが何かはちっとも想像できませんが。わかったわ、犯人の名前までね。本当ですか。デイル・ギボン、私の両親を殺した男よ。どうしてわかったんですか。殺
されたオブスたち男性は父と同じ殺され方をしていた。それにジョランダたち女性は母と同じ殺され方を、ね、そして8人っていうのは奴が地球で連続殺人をした数と一致するわ。そんな凶悪な人が白芸に乗れたとは思いませんけど。逮捕されて死刑判決まで出ていたけど、そうとしか考えられないわ。あのマードレスさん、どう考えても私への当てつけでしょ。奴は私を挑発してるのよ。一生叶えられないと思っていた夢を叶えるチャンスが来たわ。ええ、そうよ。両親が殺された時、私は誓ったの。絶対にあの男をこの手で殺すと。ダメですよ。ブレイドの仕事は人殺しじゃないんですから。お父様とお母様の復讐ができるなら私はブレイドをやめたっていい。ちょっとあなたもマードレスさんを止めてください。ありがとう。あなたはきっと背中を押してくれると思ってた。エレオノーラ、私の意志は固いわよ。説得は諦めて潔くデイルの居場所を教えてちょうだい。デイルって人かどうかは分かりませんが、容疑者の居場所ならいくつか絞ってます。エレオノーラの目の前にいる人って話ね。ぶっ殺すから。インターセプターのマーティンさんが白樹の大陸に出かけてから戻ってきてません。それからランドバンクのダートさんは未明に単独で忘却の渓谷方面に出かけたみたいです。その二人のどちらかがデイルの可能性があるってことね。はい、感謝するわエレオノーラ。さあ行きましょう。私の未来を奪った男の未来を奪いに。聞いた？
オーサンダネージャー、今にも人を殺すような目をしてるな。あなた、デイル・ギボンね。あ、誰だそりゃ。散らばっくれるのはやめてくれる？さっさと白状しないと問答無用で殺すわよ。待ってくれ、俺はデイルなんとかじゃない。神に誓って、俺は生まれてこの方ずっとダートなんだ。どうやら外れみたいね。デイル・ギボンはこんなに肝っ玉の小さい男じゃないわ。マーティンの方へ行ってみましょう。関係ねえ。デイル・ギボン、姿が変わってもわかるわ。ヘドが出るくらい汚れた空気が取り巻いてるの。その名で呼ばれるのは久々だな。ようやく見つけてくれたか、お嬢様。俺は熱心にラブコールを送ってたのに、ちっとも気づきやしなかったよな。冗談でしょ。あなたは先に気づけないほど私は鈍感じゃない。私に気づいたのは最近のことね。冴えてるね。そうさ、まさかエフィンジャー家の娘が生きてるとは思ってなかったからな。それは私のセリフよ。死刑になるはずのあなたがどうしてここにいるの？刑務所の中にも腐ってる人間はいるのさ。白芸の中にも。死ぬのが怖くて逃げ出したの？当然さ、俺は殺すのが専門であって死ぬのは専門じゃない。人手なしどもの取引し、骨を使い、白芸のクルーとなって生き延びたんだ。だがビビになって生きていくのは死も当然だった。周りの人間は知らないやつばかり。本当に人間なのかも怪しいもんさ。高度な AI かもしれん、あるいはよくできた人形。俺はたった一人で生きているんじゃないかと思ったよ。意外とセンチメンタリスト。だから人を殺す。
まともな感性じゃないからな。で、アナクロニズムのあなたがどうして今頃殺人？言っただろ、周りは全部人形、殺す価値もないと思う。なるほど、その時私を見つけたの。ああ、生意気にも殺人者になるふてぶてしい女、 BB になっても顔を見れば分かった。そっくりだよ、あの時お漏らしをしてガタガタと震えていたお嬢様にな。それから俺は希望が湧いてきたぜ。エフィンジャー家のお嬢様を殺すっていう夢を見始めたんだ。あなたの夢になれるなんて光栄ね。だけどあと数分もすれば私はあなたの悪夢になってるわ。お供の人形ともどもいたぶり殺してやるよ。あっちゃーん、自分のこれまでの行いを考えてみなさいよ。今まで殺人を起こしてこなかっただろ。ここで殺人者、マードレスの名前の通りになっていいのか。あなたのことは殺したくなるほど憎んだ。だけど皮肉にも無力なお嬢様だった私を強くしたのは殺人者であるあなたの存在だった。その憎き名を冠して負の力を糧にここまで生きてこられたのよ。なら俺を助けてくれるだろ。お前が今ここにいるのは俺のおかげなんだから。嘘つまんない冗談を吐かないで。ここにいるのはエレオノーラやイリーナに、あなた、こんな私を信じてくれる人のおかげ。もともと私は殺人者ではなかったでしょ。今回もそこから逸脱しないスレスレの方法を取るだけ。私は手を下さない。でもデイル・ギボンが死ぬの、この未来の大地で。まさか、その場所に放っていくのか。何でもする、命だけは助けてくれ。リーヌ・リーヌに連れ帰ってくれ。罪人であるあなたに元より帰る場所はないわ。さあ、イリーナの元に帰りましょう。戻ってきてくれ、シャロン。確かに私はシャロン・ベティ・エフィンジャー。でもね、もう一つの夢を叶えるその時まで本当の名前は封印することに決めた。
マードレス、逃げ出さずに帰ってきたんだね。あら、私が逃げ出すと思ってたの？あ、全然信用してなかったね。また裏切られてとんずらされたと思ってたよ。それで犯人は？今は化け物の胃袋の中、あるいはクソの中かもね。下品なお嬢様だね。誰かさんの背中を見続けてきたからに違いないわ。今度一緒に飲みに行こっか。そうね、あなたも来るでしょ。本当に？私もイリーナも遠慮しないわよ。そうそう、覚悟するんだな。お父様、お母様、見ていて。みんなの力をたくさん借りることになるかもしれないけど、必ずエフィンジャー家を再興するわ、このミラの大地で。
されちまったか。Okay.
Thank you.
どうした？もう終わりか？